ボイスクロです。6月15日火曜日、アップデート情報要点まとめ動画となります。新コンテンツアルイエリの祭壇実装を含むアップデート要点まとめました。こちら、アルイエリの祭壇実装、パールショップ新商品多数追加、ブレードスピリッツバランス情報調整、イベント5種開始となっております。それでは詳細の方を見ていきましょう。まずはアルイエリの祭壇について、まあ、こちらですね、大多数のユーザーはおそらくすぐには関係ないものになります。まあ、ワールドボスの知識レベルが最高値の状態で該当のワールドボスを制圧するとアルイエリの祭壇に知識経験値が獲得、まあ、溜まっていくというものになってます。なんで星座の冒険者座、あれと似たようなことってことですね。続いてパールショップ見ていきましょう。本日の討伐挑戦箱、490円で4000円から1万の、推薦書が出るというものになっていて、確率がこのような形。まあどうだろうね、ケロフェン的には、平均6000と見た平均6000と見た、もうちょっと低いかな、平均5000ぐらいかもね、もしかしたらと見ました。はい、それが490、まあワンチャンね1万当たるから買いたい人は買ってもいいかも。父への贈り物、ん、なんだこれ。はい、あ、出たー、これあれだ、あの開けていく開けていく方式のやつだ。これ全部書いてないの？あ、書いてあるんじゃん、父。はあ、これが3300、これプラスブラ、違うか、パールが1200か、これプラスパールが1200。なるほど、悪くないんじゃないですか。これ結構悪くなさそうだな、悪くなさそう、3300か、なるほどね。ちょっと匂いますね、これはいい感じの箱が可能性がある。で、呪術のトーテム箱、1200パールにブラパ800、トーテムが800。あー、呪術の根源か、呪術の根源、言いづら、いや言いづらいけど、これいいね、根源変えるのいいよな。3300、なるほど、結構いいかも。で、挑戦する冒険者パック、これは勇猛の証というか冒険の証か、なるほどね、なるほどね、そういうやつか。で、この中何か出るって感じか。なんか今週パッケージちょっと魅力的なやつがあるな。で、1781ホワイトパールのやつがあるのか、なるほどね。あー、で最後にブラパック、あー、ブラパーの買える復旧券、これ確率は、あー、なるほど、まあ、だいたいそうだな、27%、まあ1万8000ぐらいなのかな。そしたら、今週のパッケージ結構欲しいなって思っちゃうやつありそうっすね。まあ、僕はなんか今急いで成長したいって気持ちではないんであれなんですけど、呪術の根源とかも普通にいいよな、これね。確率どうなってんだこれ。いや、これもなんか結構なんか良さそうだなって思っちゃうけど、まあという感じで、今週はそういうパッケージが来ております。 そして衣装も追加されてます。ランの、衣装いいですね、この衣装。まあ前と後ろこの感じで、シャイの、防具衣装と武器衣装着てる、トゥインクルリトルスター一緒に来たんですね。へー、こういうのが来たということになっております。変更追加コンテンツも見ていきましょう。まあざっくりね、パーッと流していきます。重要なもの、僕で確認したところで言うとあんまりなかったんですけど、まあこちらですよね、キャラクター、はい、ブレイドスピリッツ、情報調整ということで、来ました、ブレスピの強化で。ブレスピなんですけど、あの韓国の方のランカーのクラスでは結構なんか人多いみたいですね、ツイッターで見たんですけど、っていうような感じで、まあ、ちょっと期待してもいいかなっていう。配信とかではね、ブレスピちょっと韓国のやつ見たと思うんですけど、まあ今日の配信とか、明日今日以降の配信でブレスピ多分触れてラモとかでね動き見たりとかすると思うんで、ぜひチェックの方してみてください。最後イベントを見ていきましょう。まずかき氷制作イベントっていうことで、こちらの冷たい氷、そしてシロップ、カップ集めることでかき氷に交換できるよと。かき氷から結構いいの出るね、推薦書とかも出るんだ、やば。まあ、これは、敵制圧、追成功、1億シルバー使用とかでもらえるものなので確実にやっていきましょう。で、出席簿来てますね、今日からで7日目で何もらえるんだ、あ、材料選択箱がもらえるのか、なるほど。3日目は
ドキドキボックス。なるほどね。ドキドキボックスもらえるという感じになってます。そしてデイリータイムガチャ来ました。ありがとうございます。獲得の1で新アクセス5個ありますけど、他にもねなんか出そうなものが、載ってますよね、画像で。やりましょう。でこれが18時から23時59分の間に3回引けるというものになってるので、その時間忘れずに。闇の精霊ミッションということで、来てます。こちらは太鼓アクセ選択箱。えぐいね。ブラパ2000えぐ。トーテム2000えぐ。次元えぐ。これえぐいな、マジで。1回のみ、期間中1回のみね。うわえぐ、これはえぐい。これ絶対えぐい。これ確実に取りましょう。で最後、新規復帰冒険者出席イベントってことで、ログインするだけで、まあこういったようなものがもらえる。どうなんですかね、いいものもらえるのか。推薦書200、霊涼光のアクセセットがもらえるのか。なるほどね。重量とかも増える権利がもらえたりとか。へえ、なるほど。まあアクセセット嬉しいですね。開幕新アクセセットでもらえるっていうのは始めるにはいいかもしれません。ということで終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜 YouTube ライブの方で配信しております。時間決められてないんですが、20時から24時の間に配信してると思いますので、ぜひチェックしてみてください。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日とかぶった場合は火曜日が休みとなりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。